2020年1月30日、マツダは創立100周年を迎えることができました。100年という月日を積み重ねることができたのは、これまでの長い道のりの中、多くの方々に支えていただいたから。心からの感謝の思いを胸に、新たな100年へ。マツダの実質的な創業者であるマツダ十次郎。工業で世界に貢献するという思いから、機械やものづくりについて自分なりの研究を重ねていきました。十次郎を突き動かしたものづくりへの情熱、そしてその挑戦は現在まで脈々と受け継がれるマツダの DNA とも言えるのです。皆様に支えられながら歩んできた100年、そこには私たちの歴史と受け継がれている思いがあります。グリーンパネルの愛称で親しまれ、第二次世界大戦前後に生産された三輪トラック GA 型。グリーンパネルはマツダの前身である東洋工業初のペットネームで、景気版がグリーンに塗装されていたことからこの名前が付けられました。三輪トラックとして初めて変速機を4段化し、ガソリン消費量を2割以上も改善したと言われています。シャフトドライブの駆動系はメンテナンス性や強度、耐久性を考慮したもので、頑強なフレームは優美な曲線をたたえています。グリーンパネルは終戦後、復興のためにいち早く生産が再開されました。それはこのグリーンパネルという愛称に込められた平和への願いがやっと叶った瞬間だったのかもしれません。高度経済成長期に入り、マイカーの夢が広がり始めた60年代、大衆車としてマツダ初の四輪乗用車 R360 クーペが開発されました。取得しやすい軽免許で乗れ、価格も維持費も安かったため、軽自動車として発売することになりました。マツダが乗用車に進出するにあたり、 R360 クーペには先進的な技術やデザインを惜しみなく投入しました。当時としては画期的だった4サイクルエンジン、マグネシウムやアルミニウムなどの新素材、本格的なオートマチックトランスミッションを採用しながら手の届く価格を実現。マツダ初の四輪乗用車として誕生した R360 クーペは、現在のマツダの車作りにつながる原点であり、初めて臨んだモーターショーで登場した赤と白に彩られた R360 クーペには、夢に挑戦するマツダの思いが込められていました。R360 クーペ、キャロル360で軽自動車市場に足場を築いたマツダは、このファミリア800番で小型車市場に進出しました。荷物の運搬ニーズが大きいと想定し、セダンではなく戦略的にバンから発売することになったファミリア。フラットデッキスタイルと呼ばれるシャープで魅力的なデザインはマツダ車内で開発されました。この車に搭載されたエンジンはアルミ合金製だったことから、通称白いエンジンと呼ばれ、高い生産技術力の証でもありました。折りたためるリアシートやバランススプリングの備わった上下に開くリアゲートなど、工夫された装備を持つこの車は、従来のバンのイメージを変え大ヒットしました。60年代の乗用車ラインナップの頂点に位置する最上級車として導入されたのが初代ルーチェです。初期のデザイン開発はイタリアのベルトーネ社に委託し、提供された案にマツダが手を加え、日本の法規や生産性を考慮したヨーロピアンテイストのエレガントな車が誕生しました。細いピラーを採用し、ガラス面が大きくなったことで明るくモダンな印象のキャビンとなり、当時箱型が主流だった国産乗用車の中で際立った存在となりました。同時にワイドな車幅と曲面サイドガラスで広い室内空間を確保し、大柄な人でもゆったりと乗車できるようにしたのです。
一方、新開発の4気筒 1500cc エンジンはクラス初となるオーバーヘッドカムシャフト機構と呼ばれる高度なメカニズムを採用し、クラス最強の78馬力を実現。時速150キロの高速巡航を可能としました。立派な車格と高い性能を備えたルーチェの登場を機に、マツダはヨーロッパへの輸出を本格化したのでした。2ローターロータリーエンジンを世界で初めて搭載した量販モデル、コスモスポーツ。6年の歳月をかけ実用化されたこのエンジンは、小型、軽量で高出力という特徴を持ち、そのメリットを最大限に発揮する車としてスポーツカーへ乗せることが決まりました。イメージカーとして思い切ったデザインとするよう社長から言われたのは、若いマツダ初の車内デザイナーでした。車高は低く、未来的でシャープなフォルムは夢のエンジンを搭載するにふさわしく、宇宙を想起させるコスモスポーツという社名にもよく合いました。継ぎ目の目立たないボディは溶接、磨き、塗装の丁寧な手作業の積み重ねで実現。発売から1年後にはホイールベースの延長や馬力アップ、フロント形状の変更などを施し、最高速度200キロ、04加速 15.8 秒と世界トップクラスのスポーツカーに成長しました。北米市場を強く意識した大人のラグジュアリークーペとして1975年に誕生したコスモ AP。 エクステリアは超ロングノーズにショートデッキ、そしてロー&ワイドの特徴的なプロポーションでした。力強い縦メッシュのフロントグリルやバンパー下の大型エアロダイナミックスポイラー、2本の細いセンターピラーの間にセンターウィンドウを設けたサイドビューもとてもユニークでした。排気ガス規制への対応で国産車の多くがパワーを落とし、華のある車が少なくなる中、パワフルなロータリーエンジンと華やかさを備えたコスモ AP は一躍脚光を浴びることになったのです。そしてこの鮮やかなサンライズレッドのボディカラーが評判となり、マツダと赤のイメージを印象付けるきっかけとなりました。オイルショックの際に非難された燃費を 40% 改善し、ロータリー復活をかけて登場したスポーツカー、初代サバンナ RX7。 この車の一番の特徴は、コンパクトなロータリーエンジンをフロント車軸の後ろに搭載するフロントミッドシップ方式を採用したことです。エンジンを後方の重心近くに搭載したことは、前後の重量バランスや操縦性にも貢献し、スポーツカーとしての資質を高めました。この方式により、低いボンネットからリアまでつながるウェッジシェイプのフォルムも実現しました。ヘッドライトは空気抵抗を減らすためにリトラクタブル式を採用。当時人気だったスーパーカーのようだと話題になりました。この車に採用されたフロントミッドシップ方式は、ロードスターも含めてマツダのスポーツカーの定番となっています。ファミリアとして初めて前輪駆動を採用した5代目ファミリア。4代目から導入されたハッチバックスタイルに加え、この代ではセダンも復活。3ドア、5ドアと合わせて3つのボディタイプが設定されました。赤い3ドアの 1500XG はシャープで大きなガラスエリアを持つスポーティーなデザインや、シンプルで機能的なインパネアシートが特徴です。当時の若い人の感覚やライフスタイルとマッチして人気を呼びました。アルミホイールや電動サンルーフも装備されて、約100万円という手頃な価格も魅力でした。ルーフキャリアをつけてサーフボードを乗せたり、スポイラーをつけたり、ステッカーを貼るなど、思い思いの自己表現を車で楽しむ新しいカルチャーの発信ツールにもなりました。1960年代に欧州で流行したライトウェイトスポーツカーを現代によみがえらせたのが初代ロードスターです。ユーノスという販売チャンネルの第1号商品として、ユーノスロードスターの社名で発売しました。ボディタイプは2人乗りオープンカーのみで、
ボディカラーも導入当時は4色のみと思い切った商品展開でした。狙ったのは運転を楽しめる車。オープンカー自体が珍しかった日本では、この車で初めてオープンカーに触れた人も多くいました。オープンでありながら軽くて剛性があるボディに扱いきれるパワー、思い通りに走れるハンドリング性能は、初心者から腕に覚えのあるドライバーまで幅広い層の支持を集めました。2人乗り小型オープンスポーツカーとしての累計生産台数がギネス世界記録に認定され、2016年には生産100万台を超え、今なお記録を更新し続けています。今年の1月30日、マツダは創立100周年を迎えることができました。この日を一つの大事な分岐点と捉え、この100周年をどう迎えようか、皆さんにどうやって感謝を伝えようか、そして今後の100年にどうつないでいこうか、多くのメンバーと話し合ってきました。我々マツダの歴史を振り返ってみると、ご存知のように順風満帆な100年ではありませんでした。1920年東洋コルク工業として創業し被災、被災地広島に復興の灯火をという創業者マツダ十次郎の思いが、マツダ当時の東洋工業が本格的に車作りに転じたきっかけになりました。その後何度も挫折を味わい、灯火が消えそうになったこともありました。私たちの飽くなき挑戦のスピリット、その精神に共感いただいた多くの方々の支えがあって、なんとか乗り越えてきました。その過去があって今がある、そう思っています。ですから、まず創立100周年を表すものとして、そのヒリテージと現代をつなぐシンボルを作りたいと考えました。結果を生まれたのはこのグラフィックです。東洋工業とマツダをつなぐデザイン、ベースは東洋工業、そこに現在のブランドシンボルを重ねました。次にプロダクトでもその歴史のつながりを表現したいと考えました。1931年に生まれたマツダ初の自動車オート三輪は、プライドオブ広島というスローガンが示す通り、広島の復興にかけた多くの市民の期待を集めた車でした。そして1960年、多くの人に乗用車をという思いで生まれたマツダ初の乗用車 R360 クーペ。1967年、我々の挑戦スピリット、世界初の RE 搭載車として登場させたコスモスポーツ、初という意味ではこの3台が歴史の礎だと思います。これらの礎と現代をつなぐ車を作るにあたり、いろんな選択肢はありましたが、結果デザイン的に最も特徴的でかつ画期的な車 R360 クーペをその題材として選びました。赤ルーフと白ボディのツートーン、赤いシートとカーペットなど、当時としては相当思い切った色使いだと思います。現代でも結構勇気いるチャレンジですが、やってみようということで、まず立体構成が近く描きやすいロードスターからイメージ作りをスタートさせました。過去と現代のつながりを感じてもらえると思います。そしてより多くの方々に興味を持っていただくため、この100周年記念車全車に展開することにしました。今マツダは赤をブランドカラーとして統一表現していますが、今回はあえてボディカラーを白で統一しました。全車を揃えて作り込むには実は結構苦労もありました。ですがこの救い手のこだわりがこの車の価値だと思っています。